町村信孝、町村信孝、町村信孝、1944年、昭和19年10月17日から2015年、平成27年6月1日は、日本の政治家。衆議院議員、当選12回、文部大臣、第124.129代、内閣総理大臣補佐官、教育改革担当、科学技術庁長,長官、第62代、 原子力委員会委員長、第62代、文部科学大臣、初代、外務大臣、第136.13740代、内閣官房長官、第75代、拉致問題担当大臣、福田康夫内閣、衆議院議長、第75代などを歴任した。なお、名前の表記についてはこちらを参照のこと。静岡県沼津市に、内務官僚、 町村金吾の次男として生まれた。町村家は、父、金吾が、静岡県水産課長時代からの縁で、沼津市郊外にあった静岡県、原町漁業組合長、植松与三郎の別宅に疎開していた。東京学芸大学附属世田谷中学校、東京都立日比谷高等学校を経て、東京大学経済学部卒業。体格は、小学4年生の時点で、 身長1メートル60センチメートル、体重60キログラムあり、相撲大会で優勝したこともあって、相撲部屋から勧誘されたことがある。高校では、ラグビー部に入り、早セダ、慶応から勧誘された。マチソンの東大在学中は、東大紛争の真っ只中であり、ノンポリ学生のリーダーの一人として、東大紛争集結のための学生運動を率いた。 大学3年時に産経新聞社奨学金を受けて、米国コネティカット州ウェズリアン大学に留学。1968年昭和43年11月、東大経済学部ストライキ実行委員会の一人として、およそ1ヶ月のストライキを打っている。1969年昭和44年1月、秩父宮ラグビー場にて東大七学部の学生。 教職員1000人が参加した大衆難航では議長役を務め大学自治の議定書である東大確認書には経済学部代表として署名している大学でもラグビー部に所属していた1969年昭和44年東大を卒業し通商産業省現経済産業省に入省昭和44年入省同期組らで44死死と 高倉健の歌である、投資士ボタンにかけて、志士の会なる集まりを結成し、エネルギー問題などに関して欠板状、連板状を作って、大臣、事務次官らを突き上げたこともあった。その後、米国ジェトロ出向経験を経て、1982年、昭和57年4月に通称産業省を退官する。政界入りを、父、金吾に大反対され、 夫人には三回落選するまで付き合ってほしいと、懇願する中で九百八十三年、昭和五十八年の第三十七回衆議院議員総選挙に立候補し、初当選。以降十期連続当選。当選同期に、田中直樹、熊谷博士、2回、敏弘、野呂田法生、ぬかが福士郎、江藤聖志郎、田中修正、尾みこう北川正康、伊吹文ふ 事件小三郎、中川翔一、大島忠盛、の、秋彦、鈴木宗を、甘利明など。1991年北海道知事選挙では、現職、横道高弘の圧倒的な強さの前に、鳩山幸男、舛添陽一と共に、当時の選挙区でのライバルで落選中の中曽根派の佐藤静を支援した惨敗。4年後の1995年、 北海道知事選挙では自民党などが推薦する伊藤秀子を支援したが日本社会党などが推薦する全副知事の堀達也に敗北。小選挙区比例代表並立制導入に伴い当初は国政復帰を目指す横道が出馬する北海道一区での擁立が検討されたが選挙区調整により先祖代々営む町村農場のある北海道五区から出馬し 新進党の党首、小沢一郎の老いである新人、小野健太郎に圧勝し初の小選挙区を制した。1997年、平成9年の第二次、橋本改造内閣で、文部大臣に就任し、初入閣。小渕内閣では、大臣経験者ながら、河村雅彦外務大臣の下、外務政務次官を務める。2000年第42回衆議院議総選挙でも、 民主党の小林千代美と小沢自由党の小野が出馬して野党の票が割れた恩恵もあり小選挙区で勝利。第2次森改造内閣では文部大臣、科学技術庁長,長官、原子力委員会委員長を務め、中央省庁再編により初代文部科学大臣となった。小泉政権では自民党総務局長、自民党幹事長代理を務め、2003年、 北海道知事選挙では、通商産業省の後輩である高橋晴美を擁立し、北海道史上初の女性知事誕生に貢献した。同年の札幌市の市長再選挙では、北海道放送キャスター経験者の石崎武氏を支援したが、横道講演会が支援した上田文雄に敗北。2004年、平成16年の第二次、小泉改造内閣では、 外務大臣に就任した。町村の外相企業を強く働きかけたのは、同じ派閥の後輩にあたる安倍晋三で、9月22日に安倍が小泉と会談した際に起用が決まったとされる。外相としては、対中 ODA 廃止や尖閣諸島の東大管理などを行い、第三次小泉内閣まで務めた。政治家の年金未納問題が注目された際には、 年金の未納が発覚している。民意合併で、北海道5区でも候補者が小林に一本化された、ことで2003年第43回衆議院議員総選挙や2005年優勢選挙で、町村は、小選挙区の勝利が厳しいとの予測もされたが、結果的に連立政権を構築する、公明党、2003年は、回答直前の保守新党も、の支援もあり小選挙区で連勝。 小林は2003年が比例復活、2005年は比例北海道ブロック時点。また、郵政選挙の際は、北海道全体では、全国の中で、比較的自民党が苦戦したが、政令指定都市、札幌では、小泉フィーバーが発揮された。2006年自由民主党総裁選挙では、同選挙へ立候補した、安倍の選対本部長代理として、安倍の総裁選出馬に奔走。 総裁選後に発足した第一次安倍内閣では養殖への就任が有力視されたが実現しなか、その後元首相森吉郎に代わり政和政策研究会会長に就任し町村派を率いる。2007年平成19年8月27日第一次安倍改造内閣で外務大臣に就任。当初は内閣官房長官への就任が 確実視されていたが、安倍と麻生太郎の最終的な話し合いで、土壇場で、与さの香るの名が浮上し、マチソンは二度目の外相就任となった。外相再登番後は、麻生が提起した、北方領土面積に当分論を論外だと批判。従来の方針通り、四党一括返還論を主張する立場に回帰した。安倍の退陣表明を受けて行われた2007年自由。 民主党総裁選挙では立候補に意欲を示したが、同派閥の福田康夫の立候補表明を受け、福田を支持。自身の立候補は見送った。2007年、平成19年9月25日、福田康夫内閣の発足に伴い外相から内閣官房長官に横滑りした。派閥の領収が官房長官を務めるのは初めてのことである。なお、 官房長官に就任したため町村は、罰務に時間が割けなくなり、町村派は会長職を廃止して、町村、中川秀名を、谷川修繕の3人を代表世話人とする集団指導体制となった。福田康夫改造内閣でも内閣官房長官に留任。福田改造内閣発足後発の閣僚記者会見において、会見場に掲揚された国旗に登壇。 講談するときともに敬礼したのが、町村ただ一人であったため、後に、牛尾正人が、福田首相をはじめ、町村を除くすべての福田改造内閣の閣僚を批判している。2009年、平成21年2月5日、町村派内で、依然として強い影響力を持っていた前会長の森は、麻生総理に批判的言動をとる中川の派内での影響力を削ぐために、 マチソンを会長に復帰させた。森同様にマチソン自身も中川との関係は良くないようで、町村派の会合などで、町村派の中には確か広島県選出の議員はいらっしゃらなかった。ああ、中川先生がいらっしゃいましたか、などと皮肉とも取れる言動が見られた。同年の第45回衆議院議員総選挙では、小選挙区で、 民主党現職の小林に3万票余りの差をつけられ敗北。超複立候補した比例北海道ブロックで自民党2枠に対し名簿順1位以内の赤配率で竹部務、北海道12区に次2番目となり復活当選で休戦。10月15日には衆議院予算委員会の筆頭理事に就任。その後、小林は 戦隊幹部の公職選挙法違反での控訴提起と北海道教職員組合からの不正な政治献金の問題が発覚し2010年平成22年6月に議員辞職。これに伴う補選に出馬するため10月に議員辞職する。補選では JNSC の会員の支援も受け自身の長女の札幌南高校の同級生だった民主党の新人中前茂幸に勝利し、 重選、投票率は過去最低の54.34%で、同選挙区の過去最低だった1996年の60.53%を大きく下回った。2012年、平成24年9月14日、2012年自由、民主党総裁選挙に立候補するも、9月18日に体調不良を訴えて入院する。 9月26日の投開票では34票を獲得するに止まり、5人中4位となった。その後も入院生活を継続し、11月22日には脳梗塞が見つかった。2014年、平成26年12月24日、衆議院議長に就任したが、2015年4月21日、再び軽い脳梗塞を発症したため辞任した。 2015年、平成27年6月1日午後2時15分、東京都内の病院で脳梗塞のため死去。6月3日、町村に対して、ジュニーへの追のぶ並びに、東華大受賞が没後助君にて授けられることが、日本政府の持ち回り儀にて決定された。2016年4月24日、 町村の死去に伴い実施された北海道国補欠選挙で、娘婿の和田義明が接戦の末、無所属の池田牧、民進党、日本共産党、社民党、生活の党と山本太郎と仲間たちの4党を推薦破り、当選した。墓所は、本駒込の吉祥寺と竹尾の龍門寺。町村自身は、自身の名前の正しい字は、作りの、ことの自災上部が、 にではなく、鍋蓋である、と主張している。しかし、戸籍統一文字に、そのような遺体字は登録されてないため、戸籍においても、同様の扱いであると、判断できる。手書きにおける表記揺れの範囲内に過ぎない。もし道路予算を一般財源化するなら、その一部を、整備新幹線に継ぎ込めないか。いろんな可能性を模索している。 財務省などと真剣な話し合いをしていると述べ、道路特定財源で北海道新幹線を建設すべきとの見解を示した。内閣府特命担当大臣、規制改革担当建国、地方行政改革担当大臣の渡辺義美が進めていた公務員制度改革について国家公務員制度改革基本法案の内容にある内閣人事長の創設を 閣僚の人権が弱まるのではないかとして反対した。国会議員と公務員の接触を制限する、政官接触制限についても反対するなど慎重な姿勢を貫き、渡辺と激しく対立した。米国政府機関が竹島の帰属先を再度、韓国に戻したことについて、米政府の一機関がやることに、あまり過度に反応することはないとの見解を示した。 福田首相が抗議を行う可能性についてはない。なぜ必要なのかと述べた。一方、2010年、平成22年2月に起きた民主党、小林千代美陣営に北教祖が選挙資金を違法に提供したとされる事件の際は、北教祖について日教祖本部も驚くような団体だと指摘し、研修資料に、竹島は韓国の領土だという、 韓国の主張が正しいと教えましょうと書いている。これが日本の北海道の先生だと述べ、竹島を韓国領だと教育する北教祖の教師を批判していい。2008年平成20年7月18日、政府が掲げる司法制度改革の放送人口3000人の実現に異議を唱えた日弁連の放送増加の見直しを求める提言に対し身内である。 弁護士の報酬の低下という業界の利益を優先させていると指摘、日弁連の見識を疑うものでありますと批判した。タバコ一箱を千円にするタバコ増税について、私個人は大変面白い提案だと思っていると述べている。日本の学校制度について、10歳の大学生がいてもいいし、20歳の中学生がいてもいい。 年齢で学年が変わることは行き過ぎた平等だと年齢主義を批判した。大学への9月入学を一般化すべきだとしており、高校卒業後の半年は自衛隊へ入隊させて、奉仕活動するのもいい、と述べている。米の減炭政策の見直しを食料不足や価格高騰が起きている。日本だけの問題ではなく、世界の食料を不足という文脈で考えなければ、 ならないとして突然表明し自民党内から何の根回しもないと強く批判された。農林水産大臣経験者である谷津義雄は減誕をやめれば農家が大赤字になる。差額保障など約8000億円の補助金が必要だができるわけがないと反論した。2009年平成21年3月19日に民主党代表 小沢一郎が提起した企業団体からの献金全面禁止について同日の派閥総会にてまさにぬすっとたけだけしい話だ。小沢氏の目くらまし発言載せられないようにしてほしいと批判した。ただし、町村自身は下記項目の政治資金で記されているように政治資金規制法で禁止された地方公共団体をはじめた数の企業団体献金を受け取っている。 菅義偉が国政選挙における世襲候補の立候補制限を唱えていることについて、こんな取るに足らないことをあたかも大事のように取り上げる。政治家も政治家だし、マスコミもマスコミだ。有権者の選択眼を信じない人が世襲禁止というと批判した。一方で、小泉純一郎が引退にあたり自らの次男を後継者に指名したことについては、率直に言って、 小泉らしからぬ行動だったとコメントし、自身の二人の娘についても、継がせるつもりはないとしている。また、同時に、候補者を公募するシステムを充実させるべきという、考えも示している。なお、町村の死去に伴う衆議院北海道大五区補欠選挙では、娘婿、和田義明、次女の夫町村札幌事務所副所長があり、候補した。 民主党の小沢一郎が政治資金団体で不動産を購入したことについてテレビ朝日の番組で自分のお金で自分の名前で登記すればいいんですよ。なんで政治資金団体というものをわざわざ通すのかと発言した。マチソンが代表者を務める政治団体信友会の政治資金収支報告書2007年3月19日提出文によれば 信友会は2001年、平成13年7月23日に、江別市内の不動産を1、0円で取得している。詳しくは政治資金を参照。選択的夫婦別姓制度の導入に賛成。ただし、2010年に民主党の同法案に対しては反対を表明した。マチソンは2014年9月の内閣改造の際に、地方創生省になった。 石橋茂について、このポストが良い、嫌だと言い出したら、自民党の人事はできない。石橋は一体何者だ来年の総裁選に出たいなんて冗談じゃない。地方総生賞なんて極端なことを言えば、誰でもやれるんじゃないですか。私の中で分かれ、石橋の評価は、最低などと、なしで通列に批判した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。